スタートしました。ちょっと10番丸森キングダッシュがつきません。まずは先行争い横に広がって4頭、内から4番の名将おとぎダッシュがついて前に出ます。6番 AT スピーカー、8番ワイヤウ、外に9番高根の花子さん、4頭広がって、あとは11番フォルティーナ、インコースに3番アスターチェンジ、中段7番の錦木ミッチー、外から押し上げる13番インヒズアイズ、9は控える競馬、5番のシナジーエフェクト、2番エレガントブーンといって3コーナーへ、外より12番コパノハンプトン、あとは10番丸森キングと1番の MO チロです。3コーナーカーブ、おっと1番の MO チロ減速、3、4コーナー中間 600m を通過、34秒5で行っています。前は外から6番の AT スピーカー、内で4番名将おとぎ、2頭が並んでいます。4コーナーをカーブ、直線コースに向かいました。内4番の名将おとぎ、並ぶ6番の AT スピーカー、1馬身差、その外から飛び出してくるぞ、9番の高根の花子さん、3番手から2番手、さらには8番ワイヤーが並びかけていく、先頭ここで9番高根の花子さんに変わった、外から8番ワイヤー、さらに追い詰める12番コパノハンプトン、一気に様相変わった、内から2番エレガントブーンも襲いかかる、高根の花子さんエレガントブーン、外からは12番のコパノハンプトン、3頭の追い比べ、内から抜けた2番のエレガントブーン、先頭2番手接戦、先頭2番のエレガントブーンゴールイン、2着は12番コパノハンプトンか、9番高根の花子さん。